ンポン。やだ、私って美少女。何お前。いや、自分の可愛さを再確認してました。浮気も。だって最近なぜかみんなからアホの烙印を押されてるような気がするんだもん。いや、だってアホだし。どこかアホなんですか。そういうとこやぞ。なんで、最初はスーパー美少女の触れ込みで華々しくデビューしたはずなのに。いや、割と最初からアホキャラだったような。常に可愛いって言ってほしい。じゃあ常に可愛くつつましくあれや。そんなわけで今回は先生の可愛さをアピールしていこうかと思います。はあ、どうするんや。 Google で魅力的な女性って検索します。はあ、なになに。魅力的な女性は肌が綺麗。肌が綺麗で若々しい。まあせやな。やっぱり肌にツヤとかあると女性として輝いて見えるもんな。まあ先生もピカピカですけどね。歩く太陽圏やめろ。じゃあ謎の光もやめろ。次はとにかく素直。あ、今震えたらどうなるかな。脳を通さずに行動することを素直とは言わねえんだよ。あ、今宇宙人が来たらどうなるんだろう。驚きだよ。この宇宙人が実は葵ちゃんだったらどうしよう。うわあ。ピンポン。なんか音がまずい気がする。なに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 。いけ、ゆずきゆかり。ゆかり泣き声なんなん。ほら、あかりちゃんもスマホで言って言って。はあ、ほい。イライラ。おめえも泣き声なんなんだよ。なに、大陸系だと。これタイプの概念があるやつなの。くそ。しかし知能と可愛さと美貌ならこちらの方が上だ。さらって自分を褒めたたえんな。よし、ゆずきゆかり、ロケットつつきな。ゆかり、そこが飛ぶの。よっしゃ、ユーラシア大陸打ち返せ。イライラ。うわあ、悲鳴。クククゆかりはあかりちゃんに大きなメンタルダメージを与えた。てめえこの野郎。さあ追撃しますよ。ゆかり、雷。こいつそのなりで電気タイプかよ。ゆかり、雷落とせや。ゆかり、物理学。ユーラシア大陸岩落としや。イライラ。ああふっ、虚しい勝利やな。ピンポン。新世界の神に俺はなる。うん、帰ってほしいな。この世の中は腐ってる。まるで腐った大豆のようだ。納豆ってご存知。世直しが必要だな。はあ、それを可能にする一冊のノートがここに。まさか。見よ、このピアノート。やだ素敵。このノートに名前を書かれた者には毎朝納豆ご飯と味噌汁をプレゼント。やだ素敵。え、何、ノートの名称が違う。くはは。見よ、このテレノート。ノーカトかな。先生、多分それデスノートだと思います。おお、いつか。何なのこれが。他の有名なデスノートだ。ちなみにノートに触れるとおっさんが見えるようになる。逆に今までおっさん見えなかったの。あれ、やっぱりぼやけてる。それは視力の問題だボケ。あれ、ちょっとここからのセリフなんでしたっけ。お前セリフくらいちゃんと覚えろや。ふむふむ、聞くところ。さらにこのノートの使い方を教えてやろう。ノートに名前、オッケー。ちょっと次のセリフ教えて。よく聞け。うるせえな、クククなんと、このノートに名前を書かれた者が死ぬ。で、私死んじゃう。アホや。ああ早く死因書かなきゃ。落ち着け。デスイレイジャー、デスイレイジャー。なんでそれ知っててデスノート知らねえんだよ。ふはは、このデスノートを使ってこの世界を世直しだ。っていう演劇を今度やろうと思うんですがどうですか。うん、帰ってほしいな。面白かったらチャンネル登録してな。